仲間が弱いからです。はい、バッツマンの使用を知ってる人があまりにも少なくて。はい、仲間が弱いからです。あー怖い怖い、あなたどこ、あなた、あなたの鏡どこ出した。あなたのことが解けたからチャンドンゴです。あー怖い、あなたの、あらあら、おーろろー、おーろろー、義士いるのに、おーろろー、チャンドンゴです。意志いるのに負けた負けた、これは正直言ったら負けた、はい、これも次の鬼没かなんかで終わりますよ。このジョーがまともだったらね、次の鏡で死ぬはず。でもバード君は運よくやり過ごしたなり、やり過ごしたなり。なぜならバード君は左右の可能性、いやあいつ、え、あいつ右下だったらこれはすごいわ。おー、まさかの板を使う前に死んだんだね君。板を使う前に死んだんだね。そういうのは俺困るんだよな結構。え、どこよどこよ。鬼没なくしたぞ俺は。お前頑張れよ、しっかり、よろしくな、よろしくな。もうボール俺ねえからな。はい、俺ここまでやってあげるんぞお前、しっかりな、決まれよ、決まれよ。ああっていうクソな声が聞こえたんですけど。あー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 、死にました。はいはい、終わり終わり、はいはい。ああロボのあの声、しかもさ、義士すごい近くにいるよな。ディブノイ3号機のマカ不思議マカダミアンよね、マカダミアン、はい、あれ俺見てやめたんかと思った。チート。もう疑心やだな。バード君、俺の方先あげるよ。あ、ああ。説明完了です。わあ、鏡マチンゴ、マチンゴ例ですよね。鏡マチンゴしよう、鏡マチンゴ、鏡マチンゴ。あ、もうやばい、もう極限、みんな極限、一触即発。あ、
もうこれめんどくせえよ、もうこいつ。うーわ、かったり。うわーって、人形のさ、あれがめちゃくちゃ、はい、来てる。え、全然一触即発じゃなかったんだけど。全員食らってたからさ、全員食らってたから、あれがなかったんだけど。解読遅かったっていう。はい。解読遅かったっすね。結構俺いじったよね。やば、義士相手にお前鏡外したぞ。戦士に来ちゃってんのかな。ああ。あれ。トゥルトゥ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 。あざす。やべ、見づれえけどいける。やべ、気流や、気流気流。メガネのメガネレンズの向こうを越して、風がさ、より強力に二股に分かれて強力に目を突き刺さる。突き刺さる綺麗な、なんだっけ、取っちゃおうか。いや、ちょっとつけよう。わかる、瀬戸内海のナルトの、ナルト大橋の渦もさ、そうなんだよ。橋の、でっかい柱があるからこそ、海流がさ、両サイドを巻き込んで、でっかい渦を作んねや。それと一緒。気流が俺のメガネの、メスイグ反応先行だった。あ、ほんまや。あ、でもメガネかい方がわかりやすいわ、マジで。見やすい。楽。で、さっきの歌何？ん？動画はフェリアさんのないね。ドフェリ。ドフェリ。なんぼやっけ？あ、中国と日本の違うかわからんか。あ、みんな免許の話でちょっと今日調べたんですけど、まだまだ大丈夫だった。執行。執行はもう去年なんだけど、海外にいる人たちの救済措置として、執行から3年以内だったら大丈夫っていうことで、俺あと2年猶予あるわ。大丈夫だった。あと2年余裕あります。救助俺行くね。プラン追いやられたんかな、はい、で海辺一つ2、3号機なのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日俺うんこちゃんのさ、今よろしくお願いしますってちょっと思い出したけど、うんこちゃんラーメンのやつ、ラーメンのやつめっちゃ面白くて、今俺なんてラーマン、ラーメンのやつめっちゃ面白くて俺も欲しくなったわ。ちょっとグラフィックしょぼいけどさ、居酒屋じゃないんだから。うんこちゃんの声すごすぎない？あれ居酒屋じゃないんだから。俺の声もすごい？俺の声もすごいって。居酒屋じゃないんだから、居酒屋じゃないんだから。綺麗じゃなくだって少しずつでいいんだ、そこには春 My love so sweet。 最後の方ラーメンじゃないんだからって終わりじゃん。 My love so sweet。 で、この歌何？綺麗じゃなくだって My love so sweet sweet peaエリー、エリーじゃんこれ。エリー、マイロー、ソースウィー、熱いだ。What's wrong? What happened? What happened now? So pretty you, pretty you, 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 やだな。旦那様、桑田佳祐好き。あ、旦那様のありがとうありがとうサザエ。え、桑田佳祐さんってすげえよな。そしたら俺のワンタックルでさ、行くぜワンタックなんだっけ、なんたら2タイム3タイム4タイム5タイム6タイムっていう歌あるよね。サンセットスイッシュだ。ちょっと聞こう。マイペースっていう曲だよね。
マイペース。あれ結構好きだったんだよ。ない。行くぜ、ワンタイム。違う、これ。グリーンだ。多分。わ、多分グリーンだ、これ。マイペースか。俺の23号機やってくれた？やべえ、もうさっきのタックル一つで、しか死んだ。みんな。しか死んだ。死んだ、死んだ。しか死んじゃった。カワハギ。最近ゆっくりの怖い話まとめとか見てんだよ。なんか赤ちゃん、子供が言った怖い発言ランキングみたいなのがあって、その中でさ、お父さんが起きて、その時娘がね、私に言った一言が、お父さんの肌全部剥ぎたいな。でまあ、続きがあってね、はい、そのお父さんは前日もう海かなんか行って日焼けがすごかったらしいんですよ、うん、それでちょっとね、まあ剥ぎたいなだって。でもなんかそれでもさ、寝起きの時に言われたらなんか怖いよねっていう、はい、寝起きの時にいきなりさ、ね、真実か夢かわからん時にお父さんの肌全部剥ぎたいなって怖いよねって。熱い涙。